はい、はじめまして、私リリーメドテックの東と申します。今回内閣府 JST 文科省共催で理系で広がる私の未来2020ということで、私の自己紹介とこれまで、どういった人生を歩んできたかと、会社紹介、会社の、プロダクトとか理念などご紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介なんですけれども、私は理系短科大学で物理学を専攻して、その後米国のアリゾナ州立大学の航空中工学科で、に進学しまして、そこで修士号を取っています。でその後帰国しまして、JAXA の、神奈川県の相模原市にある、宇宙科学研究所で博士後期課程に入ったんですけれども、ちょっと入ってすぐに父親が亡くなりまして、いろいろ理由があって中退をしております。でその後、ジェオールレゾナンスという計測機器メーカーで核実共鳴装置の開発に従事していまして、私自身が高校生の時に母親をがんで亡くしている経験から、幼稚音波の研究者の、夫に誘われて、2015年から東大の超音波 CT プロジェクトというものに、参画しています。でその後、2016年に、当社のリリーメドテックを創業しまして、現在複数の、臨床医の先生方と協力して臨床研究や、現在製品の開発を進めています。はい、でちょっと簡単な自己紹介は終わったんですけれども、多分それだけだとこれまでどういうことを感じて起業に至ってるかということが説明不足かなと思いましたので、人生年表を使ってちょっとご紹介させていただきます。で私自身は、生まれた時はですね、父親も母親もかなり恋愛結婚で、結婚して幸せな夫婦のもとに生まれております。で私自身の母親はもともと銀行で、通訳などをしているような母親で、結婚して、田舎の方に移ってきたので、その反動からかかなり教育ママになりまして、そこからかなりスパルタ教育を受けています。で、私自身小学校中学校ぐらいまでは大量の習い事を本当に毎日休みなくやってまして、ゴールのない勉強がかなりずっと続くような状況で、ほぼ慢性的に睡眠不足みたいな状況で、ちょっと残念なことに、コミュニケーションもあまりうまく取れず、ちょっと友人を作るのも結構苦戦をしておりました。でその後ですね、このままじゃいけないということで、ちょっと小学校の時はあまり友達をうまく作れなかったので、中学校に入学するタイミングでちょっと気持ちを切り替えまして、ちょっと自分自身を少し改造して、社交的になってみようと思っていろいろ努力してかなり性格を変えて社交的になって、逆にもう一転してほとんどのなんていうんですかね、周りの人たちと友達になれるような、非常に性格が明るくなりました。で、勉強も頑張ってましたし、学外活動も頑張っていて、とても楽しい中学生時代を送っていて、その後県内一の進学校に、合格しまして、高校もかなり楽しみということで、何しようかなっていうワクワク感で、本当に胸がいっぱいな状態でした。ただそこからちょっと人生が結構いろいろバタバタあったんですけれども、入学していきなり母親が脳腫瘍で倒れてしまいまして、そこで余命1年から2年ぐらいと宣告されて、で脳腫瘍だったので半身不随で言語障害を抱えるような状況で、非常にサポートも大変な状況になってしまいました。家族全員がもう母親の、リハビリというか、もう余命宣告は受けてることは途中で分かったんですけれども、サポートでみんなが母親中心に動かざるを得ない状況で、ちょっと明るい高校生活とか言ってるような状況じゃなくなってしまったので、そこをもうひたすらそこに高校生活を費やすような状況でした。で本当に余命宣告通りに母親が亡くなってしまいまして、でちょっと進学についてもどうしようかなというふうに悩んでたんですけれども、大学に合格しまして、少しでもちょっと地元から離れたいという気持ちもあって、
またちょっとまたコミュニケーションがあまり取れないような状況になってしまったので、まあ、大学生活を始める機会、大学入学を機に、またちょっと自分自身を変えていこうという思いを抱えて入学をしました。で、大学生活では先ほど申し上げたようなその理系短科大に受かったんですけれども、何か目標を設定しようと思いまして、3つ目標を設定して、大学生活を過ごしてました。1つは海外留学で、2つ目が社交性社会性を身につける、で、3つ目は他者を理解して人として成長しようと思いました。で、で、大学生活の途中で母親の死によって抱えた葛藤、母親をちょっと嫌う気持ちとか母親を慕う気持ちに整理をつけて、これから自分の意思で人生を歩むことを決意しました。で、何しようかなというふうに考えたんですけども、航空宇宙への捨てきれない興味と海外の異文化の中で挑戦したいという思いから、航空宇宙工学科の米国大学院の受験を決意しました。で、大学院に合格して、留学するまでのちょっと期間が空いてたので、ある大手メーカーの研究所に入りまして、そこで研究補助員として、期間限定ですけれども、従事しまして、サイエンスの楽しさに改めて気づいたと。で、アメリカに留学して、もう日本とは全然環境も全く異なるところで、アリゾナに行ったので、砂漠、一面砂漠みたいな、で、その中でもアメリカの中でもかなりマンモス校に入学したので、いろんな今までの世界観がこう一気に変わるようなキャンパスライフでした。で、日本人が全然いない状況で、一人航空宇宙工学科に、女性もいない、アジア人もいないみたいな状況だったので、非常にマイノリティな環境で研究してたんですけども、無事に卒業して、非常にやりきったなという思いを抱えて帰国して博士課程、進学しました。で、本当にもう 夢を抱えて、将来の期待を抱えてですね、JAXA の、相模原宇宙科学研究所に入って、ここ本当に航空宇宙といえばみたいな場所だったので、もう非常にワクワクしながら研究が始められることに胸を高鳴らせている状況でした。ただ入って今度すぐに父親が急死してしまいまして、そこから非常にいろんなトラブルが発生して、で、そのしわ寄せが私と私の兄弟のところにやってきて、そこから今度本当にもうまた勉強どころでは研究とか勉強どころではないみたいな状況が続いてしまいまして、で、ちょっと最初かなり大変な状況だって一回休学したんですけれども、ちょっと終わりが見えないような状況だったので、もう仕方ないということで中退しまして、で、計測機器メーカーに入社しています。で、入社して間もなくの頃、もう本当に入って1年か2年ぐらいにして、私の夫から乳がんの早期発見のための診断技術を聞きまして、毎日技術や事業化について議論するようなありがたい状況 で、その時に母親の介護生活を思い出して、ちょっといろいろ覚悟を決めて会社を辞めて大学のチームの方に、ジョインして、企業に至ったと。で、今は社長をやってますけれども、非常に社長業、すごく楽しいです。で、責任はもちろんすごく重いんですけれども、裁量が、非常に与えられているので自由です。あと、いろんな方が応援してくれているので、少しずつこう会社全体がもう前に進んでいるような感覚を得られるので、本当にやりがいがあります。で、過去を振り返ってみると、まず特に大学ですけれども、過去を振り返ってみると、工学部を選んで、出ますけれども、物理が好きだったから工学部を選んでるんですけれども、ちょっと将来の安定性を求めすぎていたので、結局プライベート予測不能なイベントがありすぎたなっていうふうにちょっと思っています。で、理系短科大学という特色の多い大学に入学したのに、あえて普通のキャンパスライブのみをちょっと追求して、ちょっと普通の感覚を取り戻したいという気持ちがあったので追求しすぎてたんですけれども、今思うともっと工学系のサークルや学外活動に参加してもよかったかなと思っています。で、あとは古いものこそ良いとか、新しいものはどこかいかがわしいという父親が大手メーカー出身なので、父親の価値観に全く疑問を持っていなかったと。で、価値観は時代によってどんどん変わっていくことにもうちょっと早く気づくべきだったなと今思います。で、また体系化された学問だけではなくて、今起きている技術革新にもっと積極的に触れ合うべきだったなというのもちょっと今思うとあります。で、私が学生時代に決めていたことは、
まあ、正直将来を予測するっていうのは本当に今考えても絶対無理だなと思ってまして、で自己分析がまあ結局一番大事だと、私は大器晩成型ジェネラリストタイプだというふうに途中で気づいて、30代中盤以降からどこでも生きていけるように20代は自己成長のみ時間とお金を投資しています。でとにかく意味のあることだけに集中して下記の3つの能力を身につけることを目標に設定しています。で1つは英語力、まあ、本当に日本がダメならちょっと海外に脱出できるようにしてるっていうのと、あと汎用性のある技術理解力、まあ、これも本当に手に職じゃないですけども、どこでも生きていけるように、あと本質的な生存能力を身につけてます。人との交渉力とか人を味方につけるとか、もうそういう、もうベーシックな生存能力を身につけてます。はい。で、ちょっと会社概要なんですけれども、うちの会社はリリーメドテックと申しまして、東大の、キャンパスの中にのインキュベーション施設にオフィスを構えています。で、現在社員数が40名ほどおりまして、2016年に起業しています。これまで、いろんな助成金をいただいていたり、また資金調達を完了させています。で、また医療機器メーカーになりますので、まあ、必要な業許可も取得しています。でこれまでいろんな受賞もいただいてまして、例えば経産省の選ぶ J スタートアップですとか、フォーブスジャパンの選ぶライジングスターアワードですとか、監査法人の EY ウィニングウィメンとか、ジャパンベンチャーアワードなどもいただいております。でうちの事業概要は、当社の提供する乳がん用画像診断装置は女性に痛みや被曝を与えず、快適な乳がん検査を提供しますと。でまた従来の乳がん用画像診断装置の課題であるデンスブレストに対して感度が下がらず、疑似依存性がなく、将来的に AI による特異診アプリケーションの提供、遠隔特異サービスを展開していきます。で誰でも簡単に撮影して当社が特異のサポートまで行うことで、先進国の検診受診率を上げ、新興国で乳がんによる死亡率低減、QOL 向上を目指すといったミッションを掲げています。で装置自体はこのような形、ベッド型をしています。でこれ実際に撮った乳がんの患者さん の画像になります。で、まあ手前が乳頭がで、奥側が大胸筋側で、今動いている方向にスキャナーが動いて撮影を行うような仕組みになっています。で最後、いろいろメディア取材もいただいてまして、フォーブスジャパンとかヤフーニュースですとか、ワールドビジネスサテライトとか、朝日新聞、テレビ東京の番組等で取り上げていただいています。はい、ちょっと簡単な自己紹介といろんな思いをご紹介させていただきました。はい、少しでも参考になればと思います。ありがとうございます。